え、なに？え、寒いでしょ。寒くないじゃん、さっき言ったじゃん。誤解の多い神社にね、誤解というか、見解を変えた。どういうことだ。勢いで。今度チェックしてみようかな。すごいバカ野郎って話。ねえからって、俺の顔を撮ってんだよって言えばいいんですけど、じゃあ見せてみろって言うとですね、自分の顔は一切撮ってないっていう感じなんでね、まあこういう感じで、まあ自撮りしてる風をね演出してやっていきたいと思います。はい、ここもクリアです。ガッツリお前を撮ってたぞって感じでね、ちょっとラッパーとしてのあるある言語を使ったやつなんですけど、ここ撮っちゃいけない道路じゃないですからね、言ったんですけど、あんまりつくね、あの税金の無駄遣いですよね。いやもうそういうところから侵入者がいるかも。いや、ここ夜だって、あっち側は昼間しかいないんですよ、うん、こっちの裏側のこの通りなんですけど、うん、夜もいるんですよ。でしかも暗いじゃないですか、逆におめえが怖えよっていう、お前が一番の不審者だろっていう感じなんですよ。で俺すげえドキッとするんで、それあの警察にドキッとするんじゃないんですよ。暗闇に人がずっと出てくるのは怖いんですよ。あんなとこ突っ立ってるわけですから、まあいつも怖いでしょ。怖いですよ。いや、まあ税金の無駄遣いですよね。税金の無駄遣いね。これまたあそこにも言いますよね。昨日はね、お祭りみたいにやってたんですよ。はい。だから今日も祭りみたいにやってんじゃないのかなって思います。今日までですかね。あれだね、こうやって会話してるとね、あんまりやってこないんですよ。まあそうですね、一人でか、あれだね、仕事しないんですよ。もし私がこれ危険物を持ってたとしたら、はい、止めなくちゃいけないわけでしょ。出てこないじゃないですか。だから税金の無駄遣いなんですよ。かといって私全然危険なものを一切持ってないんですけど。持ってたらポケットとか。でもこうやってポケットに手入れてるのはやっぱ危険な感じするじゃないですか。そうですね。だからね、声をかけた方がいいと思うんですよね。で、何も持ってねえよって言って怒られて、またそれ YouTube 撮られてネタにされるっていうのと、俺様がネタにしたいなっていうのがあります。 YouTube 警察撮られてるんですか？あるよ。だからその何もあれ、ビンゴだったらいいじゃないですか、はい、やっぱビンゴじゃない人もいるわけですよ。
ただ怪しいっていうその見たものとかカバンとかが怪しくても何のあれでもないじゃないですか。そこにそのナイフとかね、本当のやばい白い粉とか入ってればビンゴですけど、どっちも入ってないんで別に野菜とか入ってていいじゃないですか。はい、じゃあこんな感じで歩いてきましたので、最後ですけど、あれ少ないですよね。あれやってない、ちょっと待ってくださいね。ここからヤスクーニーの始まりなんで。